こんにちは、かほです。前回プロシオンっていう新しい万年筆を買って開封動画を作ったんですけれども、書き味に合わせてメモ帳も変えてみたいなと思ってノートをいろいろ買ってきてみました。それと今まで使ってたソフトリングノートと美しく書くためのルーズリーフ、これを比べて今後使いたいメモ帳を探してみたいと思います。ノートはこの有名なライフノーブルノート、これはすごいちっちゃいやつを買いました。なぜかというと、大きいノートが高かったからです。次、この有名な紳士なノートっていうのです。これはなんと900円もしました。またまた伊藤屋さんに行ってきたんですが、紙が支出できるように置いてあって、で、しかもそれに書いてみたらいい感じだったので、とりあえずこれは買ってみました。次はこの緑の MD 用紙っていうのが使われてるノートです。文庫サイズでほぼ日手帳に挟めるサイズです。これちなみに1冊出しちゃったんですが、3冊で500円です。次、これも有名なコンフォートっていうノートで、クリームの用紙です。これはツバメの中性子フールスっていう紙のノートで、ノートブックっていう、これもよく見かけて気になっていたやつです。で、ここからが今まで使っていたノートで、これはこの間のプロシオンの開封動画でもこれに試し書きをしていました。ソフトリングノートの紙です。で、普通の紙なんですが、そんなに分厚くないんですが、割とツルツルで気に入っていました。で、もう一つ、黒夜の美しく描くためのルーズリーフっていうのを使っていました。これも紙が結構お気に入りで、もうサラサラ描けるっていう方です。では、一種類ずつ描いてみたいと思います。まず、これは今までも使っていたルーズリーフです。こんな感じですね。これ結構今1枚でテーブルの上に直接置いて描いたからかなと思うんですが、結構カリカリしました。こんな感じです。後で比較します。次に、このプニプニのソフトリングノートに描いてみます。描き味が柔らかいですね。次、ライフのノーブルノートに書いてみます。こんな感じですね。そんなにぬるぬるしてるっていう感じはしないです。しっかり、書いてる感触があって、でも、ガリガリしすぎてるとか、摩擦が強すぎる感じでもなく、軽く書けます。次、ツバメの中性子フールスっていう方のノートです。これはライフよりも紙が薄い感じがします。次、ツバメのコンフォートっていう、クリーム色の紙の方です。これめちゃくちゃ書きやすいですね。こんな感じです。次、緑の MD ノートに書いてみようと思います。
これは柿味はサラサラめです。摩擦の感じはあるんだけども、それがすごい粒が細かいというか、ボコボコしてるとか引っかかりとかいう感じじゃなくて、心地よくサラサラしている感じです。さてさて、真摯なノートに書いてみます。これやっぱりすごく書きやすいです。好きです。こんな感じですね。今書いた中で書きやすいなというか好みだなと思ったのは、この真摯なノートとコンフォートっていうやつですね。でこれに書くのの F と M で書くこともあるので書いてみようと思います。この間プロシオンを買ってしまったことで、センチュリーっていう、3776っていう数字がついてる万年筆があるんですが、確かペン先が14金のやつで、結構ガサツなところもあるので大事に大事に使うみたいな感じが多分無理だろうなと思って、で金ペン絶対使わないぞと思ってたんですが、ちょっと欲しくなってきてしまったなというところではあります。でも今はとりあえず書くのとプロシオンと、あとラミーの万年筆もステンレスのペン先の持ってるんですが、それだけなので一応ステンレスのペン先のものの書き味でノートも今は一応選ぼうと思います。あ、これ書くの F でもすごいヌルヌルですね。これはなんかぬるぬるというかすごい軽い力で描きますね。あ、これも気持ちがいいですね。思いついたこととかを勢いのままにメモするみたいな使い方が多いんですが、その時に引っかかりがなくというか、思いついたことをどんどん書いていけそうな気がします。気がしますってあれですね。これは書くのの M かブロシオの F が向いてるかなっていう感じですね。これとかもなんかもうほとんど持ってないというか、表面を滑らせてるみたいな感じなんですけど、これでも結構なんかこうサラサラって書ける感じです。で真摯なノートと比べてみます。これやっぱりすごい書きやすいなと、こっちもちょっと書くのでも書いてみます。はい、こんな感じで比べてきましたが、気に入ったのはこの2冊です。値段を考えるとこっちが96枚で、こっちがこれ32枚だったので、だいたいこれが値段としては3倍ですね。こっちがノートが320円なので、これを3冊分って考えると確かに900円ぐらいになるんですね。だからこれコスパ的には同じくらいなんだなぁと今思いました。そう考えるとこの真摯なノートの方そんなに高くないんだなぁっていう感じです。ちなみにこれ買ったノートどれも書きやすかったので、全部順番に一冊ずつ使ってから次にもし買うんだったらこれかな、真摯なノートかなっていう感じです。こんな感じでノートをいろいろ比べてみました。もし何かなんか書きやすいノートないかなと思っている人なんかに参考になったらいいなと思います。
ではでは、また、楽しく万年筆使っていきたいと思います。それでは、またねー。